こんにちは、チームハロンズです。この動画は米国以外の経済指標のエコノミストの見方を紹介する番組です。今回は5月10日、日本時間15時に発表される英国の1、3月期 GDP、国内総生産です。英国の国内総生産は英国内で生み出された付加価値の総額で、国力を示すバロメーターとなります。多くの主要国と同様に個人消費は GDP の約6割を占めています。また、英国民は持ち家志向が高めなため、 住宅価格上昇に伴う資産効果から起こる消費拡大の影響も無視できません英国は10・12月期 GDP もマイナス0.3%と2四半期連続でマイナス成長となり経済の停滞が意識されました足元では製造業サービス業建設業における企業景況感は改善傾向を示しており1・3月期は成長ペースが持ち直すとみられていますもっとも成長回復がインフレ低下を妨げ消費を鈍らす恐れもあり この先も経済の回復傾向が続くかどうかは不透明です。次にこちらは、英国の1、3月期 GDP の前期期に対するエコノミスト予想です。エコノミストの中央値、いわゆるコンセンサスは0.4%と前期のマイナス0.3%からリバウンドする見通しです。最もっとも、上位のエコノミストも0.4%予想と横並びのため、結果が少しぶれただけでもマーケットの反応が大きくなる危険もあり、注意は必要でしょう。 ここでチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説してキャンペーンにエントリーすると、通常の講座解説特典2000円に加え、新規取引1回1万通会場でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典、5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまたは YouTube 概要欄のリンクより先のページでご確認ください。 次にこれは、市場発表後のポンド円の変化率を6時間先まで示したチャートです。結果公表後、通常なら50銭、60銭程度は動くと見られますが、サプライズとなれば1円以上、価格が変動する危険もあります。お取引の際はご注意ください。本日は以上となりますが、番組が気に入れば、グッドボタンチャンネル登録、よろしくお願いします。ご視聴、ありがとうございました。